4月4日、火曜日、夜桜の第2夜のお話に入っていきたいと思います。この日の演目は舞林養老狂言花結びと能の乱れでございます。最初に、ご覧いただきます舞林というのは、先ほど申し上げた姉妹に笛小鼓、大鼓、太鼓などの楽器を入れたものになります。やはり舞手は能面能装束をつけることなく、この紋付き袴、紋服にて、舞を舞います。養老というのは、最初に説明しました、5番立て、5つのジャンル分けで言いますと、神、神様の演目ですね。神様というものは、颯爽と、キビキビ動いて、颯爽と舞うというのが、ほとんどなんですけれども、この養老もその例に乗れず、山の神様なんですけど、山の神様が、爽快な神舞という舞を舞いまして、この世、御世を、祝福するという演目でございます。まあ、神様を表した演目は、その、なんて言うんでしょうかね、まあ、恋愛とか、そういったこう、なんか、悲しい話とか、そういうのは出てこないので、割とストーリー性というのはあまりなく、まあ、能が持つその祈りという精神ですか、修験性というのを非常にまあ突き詰めた、かなり様式美を追求したものだと思っております。その能の養老の最後の部分を、ご覧いただきます。大坪君雄先生という人間国宝の方ですね、が演じられます。その後狂言がありまして、最後は能の乱れでございます。能の乱れは、中国が舞台でございます。この正常というのが、乱れの主人公は正常というふうに言うのですが、能には昔から動き方などが定められておりまして、それを私たちは片付けというふうに呼んでおります。動きを定めたこの型つけた本ですね、片付けというものがございます。そして動きが定められている以上、こうその演目というのは、まあ、誰がやっても基本的に変化があまりないんですけれども、特殊演出というものも片付けによって定められております。それを小書き、小さな書物とかに小書きというふうに言います。能のタイトルの左側に小さく何か書いてあるとき、それは小書きであることがほとんどなのですが、この乱れという演目、4月2日、夜桜の第2夜の最後の能の乱れという演目は、もともと正常というお能が、元となっておりまして、その小書き、派生の一つです。ただあまりに特殊な変化をしすぎるので、もはや独立した一曲というふうになりました。それが乱れという名前でございます。ですので、あらすじストーリーは正常と全く一緒でございます。まあ、正常という、まあ、何でしょう、妖怪というか化け物というんでしょうかね、がおりまして、まあ、それが海中から出てきて、酒を飲んで、舞い戯れっていうようなおめでたい話なんですけれども、この初日の演目の詐欺が全身真っ白であったのに対して、2日目の乱れ、症状は全身真っ赤でございます。これはまあお酒が大好きで全身真っ赤になっちゃったことを表しているんですけれども、特に大事なところが舞部分、すなわち謡がなくて、笛、小鼓、大鼓、太鼓などのお囃子の演奏によって舞手が舞う部分、これが乱れという、その名の通り乱れと呼ばれる舞でございます。乱れという演目の、主人公の正常が舞台上に出てくる時のお囃子の演奏と
その後に歌われる自由体バックコーラス体と症状の歌いの部分、これが少し独特なリズムを取る箇所になっておりまして、能のたくさんある現行曲の中でもあんまり多くはない、ちょっとあのリズム能の拍数の取り方が独特なんですね。ここのところちょっと歌ってみたいと思います。おいせぬや、おいせぬや、薬の粉違うような独特の歌いに、誘われるようにして、少女が舞台上で歌って、こんなリズムのが終わった後に乱れの舞の部分がございます。はい、ではですね、最終日4月5日、水曜日の、演目の話をしていきたいと思います。